今いろんな、いろんなポーズでね、後ろから向いて後ろのポーズだったりとか、斜めの横からとかね、横から見た感じのポーズとかね、いろんなポーズを書いてもらってるんだけど、でこの服もね、あの書き下ろし、新しく衣装を作ってもらったんだよね。そうなんですね。そうなんですよ。見たことないでしょ、この衣装。うん、ないですよね。どっかの制服、学校の制服かなと思ったぐらいですよね。でも考えて、胸のところにコレパのロゴ入ってるからね。あ、本当だ。あ、本当だじゃねえよ。これ罰金なのお前。いやいやいや、そこは相手に倒すと来るんじゃないですか。これね、次アンテナに見えると思う。あの胸のポーズだね。あ、アンテナなのか、あの戦車の大砲なのか分かんないけど、ひっくり返す戦車の大砲だよねみたいなね。アンテナっぽいんだけど、これ C と P がくっついてるっていうね。コレパの C とコレパのパーの CP がくっついてる。で、一概には実はこのコレパの L のL が、真ん中が小文字の L なんだよ。だからちゃんと3文字コーレパって入ってるっていう、すごいよね、考えられてるんだよね。すごいよね。そう、学校制服っていう指定でね。学校制服指定なんですけど、すごいですよね。細かいところまで、こんなとこまで考えてくれるっていうのはね、うん、S さん時間かかるんじゃないですか。そうね、やっぱね、君塚さん何がすごいって、めちゃめちゃ線が細いんだよね。そうですね、あの人の描いたあのゲーム原画で、いわゆる同人誌ってなかなか出ないんで、うん、そう、なんでかって言ったら線が細かいから。あの、よくあるさ、うん、あの18禁ゲームとかってさ、うんうん、線細かくないやん、うん、紙の線ってまあまあそうっすよね。髪型の線ってすげえ細かくないんだけど、この人めっちゃ細かいから、多分同人誌に従わないんだろうね。工程と時間が合わないんじゃないですか、木管で。あと、その売った後のあれとかもっていう、まあ、その辺は分からんけど、まあ多分書きにくかったりするんだろうね、線が、まあ、それでもね、あれ何人か出してるけどね。あ、そうなんですね。うん、まあね、あとこの人はすごくあのね、ゴス折りとかそういうね、なんだろう、ロリチックっていうか、なんていうんだろうね、なんか細かい、いわゆるリボン系がすごく多いよね。リボン大好き。フリルとかも好き。フリル大好きだからね、これ。書き込み大好きっていうね。もうそんなに書き込んだら大変なのはあなただよって思うんだけど。あれっすよ。Sさんはあのその自分の欲望のそのままに書くから。まあね。もうね、これを実はこの衣装をあの作ろうとしたんだよね。あ、そうなんですか。そう、この制服をあの2次元じゃなくて3次元で作ろうと思って聞いたら、すげえ難しいって言われたけどね。うん。リボンが多すぎて。ああ、なるほど。そう、これね、これお前向きだから分かんないんだけど、後ろ側にもリボンついてんだよね、これ背中にも。で、これ夏服だからいいけど、これ冬服がもっとね、リボンついてるからね。うん。えぐいっすね。うん。まあ、あれ問題あれだよな、ストッキングのあのリボンとかどうやってついてんだろうと思うからね。ストッキングについてる、ね、あれエグいっすね。あれね、どうなってんだろうと思うよね。10回ぐらい入ったらさ、リモ取れないかなと思う。あ、いや、てかそもそもそれ毎回通してる気がする。いや、ないだろ。いや、洗えないっすもん、そのままじゃ。いや、だからもうあのままなんちゃう。ほんとっすか。あそこの部分をなんか、今井ことちょっと紐をなんかしたりとかさ。まあ、その類いっすよね。うん、か、あれだよね、あのなんかなんだっけ、ネットに入れて洗うんじゃない。ネットでもそこまでいけないんじゃないですかね。ネットに入れれば、ネットに入れればこういうなんかソーキングとかを洗えるじゃん。洗えはしますけどね。そう、まあ、でもそういう洗い方しかなさそうだね。限界超えちゃうとこなんで、やっぱ難しい、うん、
こんなところに追従するように作ってないから、うん、それを超えてやってるんで、結局今うわ暑いね。暑いっすね、今日。中くんから、あ、これ電源、消音にしよっか。あら、来てましたね、連絡。うん。お仕事中です。うん、まあそうでしょうね。待ってます、どっか。夜8時以降になりますって来そうじゃないですか。待ってます、わら。だから電話だよ。親がいるんでいいっすよ。3回ぐらい取ったね、うん、さーて、あれ、キャリン休憩中じゃない。あー、昼っすもんね、ちょうど、うん、ちょっと電話してくるね。あ、どうぞ。仕事でしたね、彼は。まあそれはそうですよね。で、夜遅くまでやるって言ってましたよね、パッとこういう時だと。多分稼ぎ好きだからやってると思いますよ、普通。そうそう、今中抜けで休憩中みたいなね。基本そうですよね。平日ですもんね、今日。若いやつらはね、そうやって稼がんとね。あ、痛い痛い。まあね、そんな君塚さんだけど、ツイッターね、だいぶ前にからね、始めてらっしゃってね、ツイッターもあるし、ホームページもあるしね、いろんなゲームとかね、書かれてるんで、ぜひ、興味持たれた方は、ぜひフォローしてあげてください。うちの推しイラストレーターさんであるんでね、ぜひぜひ。うちのイラストはほぼこの人描いてますから。この間、モーターショー。モーターサイクルショーの時、なんか一発で絵当ててしまいましたよ、リスさん。あのね、ファンが来た。うん、ですよね。そうですよね、あれ。女性のファンが来た。びっくりした。なかなか珍しいなと思って。いや、結構いる。いるんだ。うん、へー。君塚さん結構女性ファン多いんだよ。そうなんですね、うん。もちろん男性ファン多いけどね。まあまあそうですよね。うん。そう、ツイッターかなんかで、ステッカーの情報を見てくれて、へえ、でそれで来てくれた。すごいですね。いや、ありがたかったよね。そうやって言ってくれるのがありがたいよね。来てくれるのもありがたいんだけど、もちろん。そう、普通は、ね、告知してくださらないからね。そうね、恥ずかしいからね、うん、お友達が後ろで待っててくれたんだけどね。あ、本当ですか。そうそうそう、そんなねこともあってね、ちょっと嬉しさもありますよね。そう、この絵師さんが好きなんですよって言ってくれるのが一番嬉しいよね。俺じゃないのに。自分じゃないけど、自分のことのように嬉しいっていうね。そうっすよね。いいっすよね、そういう風にファンが来てくれるっていうのがね。ね。そういう、本当に追っかけてくれる人じゃないと来てくれないから。わざわざステッカー目当てで来てくれないからね。そう、だって、本題であれば、だって女性だったらね、興味持たれてる方も少ないからね、ああいうところだと。まあ、バイクはね。車の方は、なんかちょこちょこ来るけど。でもね、男性もね、ファンが来たんだよね、何人か。本当ですか。こう、君塚さんのファンでね、このステッカーが欲しいがために来ましたみたいな。すごいですね、うん。バイクに興味がありませんみたいなね、余分なこと言ってたけど。まあまあまあ。まあまあ、それは別にみたいな。
まあ仕方がない、そういう人もいらっしゃると思う。そう、それでもね、やっぱね、来てくれるっていうのはね、そこからまた第一歩が始まるからね。そこがね、最初の一歩かもしれないね。そう、一歩で終わるかもしれないけどね。まあ、それはそれであるんですよ、うん、その一歩が始まらないとね、二歩目はないからね。数字はね、ちゃんと1の前に0があって、1の次に2はあるけどね、みたいなね。2の前には1しかないんだよ。そんなことはない、0は。自分で突っ込むけどね。たくさん突っ込むなさそうだったから、うん、ちょっと突っ込む余裕がなかったっすよ。突っ込む余裕がなかったんですか。突っ込みが分からなかったんじゃないですか。いやいや、今の感じで突っ込む余裕がなかったっすよ。切ってるところは切ってるところね。ちゃんと日本語で喋ってもらっていいですか。え、切ってるところが切ってるところなんで結構怖いんですよ、こういうところ。持ち主目の前にいるからね。持ち主いるし、あの本当に細かいところなんで集中しないと。あれさ、タクさんのとこってさ、タクステッカーがあれだけど、あれどこだったかな、うちちょっと前にモーターショーでさ、うん、あのコラボでね、うん、あのロンドンさんの車でさ、うん、なんだっけ、名古屋のアニメといえば、え、ヤトカメちゃん。はい、ヤトカメちゃんだね。よく出てきました。ヤトカメちゃんのコラボしたじゃんね、うん、はい、それ貼ってくれたところってさ、うん、あのステッカーをさ、紐で切ってたんだよ。ああ、ありますよ。ねえ、あの高い車用のやつね。うん。あれってどうなんだろうね。いや、ありますよ、一応。うちも持って。ああ、じゃあ、あるじゃなくて、あれどうなんだろう。使い勝手はいいのかな。場所によりますね。あれ、本当に使うところ限られてくるんで、自分が使ってる場合はですけど。うん、いや、俺も見とって思ったのは、これいいやな、便利だよな、と思いつつも、これって使い勝手難しくねみたいなね。場所選ぶよね。結構場所を選びますね。ね、あいつね。あの結局こういうとこには使えないんで。うん、まあ、そういうとこでも切ってたけどさ、あとね、普通に扁平状とかね。あー、扁平も使いますし。うん、だから行っちゃうからね、道に。そういうとこ用で使うけどねとか言ってたけど、あれうまいこと切れんかったらさ、うん、貼り直しだよね。ずれてたら結局は。ずれないことも限らないし、結構ね。あれずれるよな。うん、貼ってる途中でずれる時もあります。ゼロじゃないんで。うん、あれだからさ、微妙だなと思う。あの紐は。一応うちもね、あの使う時はあるんですよ。あのこういうところで切ってくださいって言われた時、こういう風に。まあね、そこカッター当てれないからね。ね、ここは刃入れないんで、こういうところは使ってます。行っちゃえばいいじゃん。ん？行っちゃえばいいんだって。行かん行かん。そういうのはなるべくなくないようにやらないといけないんで。あのこれ剥がしたらカッターの跡残ってますからねって一言言えばいいじゃん。剥がした後塗装し直しやんって言われる。いや剥がさなきゃいい。いやいやいや、そんな人いないっすよ。あの剥がしたらもう一度貼ってくださいって。まあまあまあ、でもさ、それはお客さんに言えないっすよ、すぐに。言えばいいんじゃない。言えないと思うからダメなの。いや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 、絶対条件間違ってますよ、それはさすがに。違う、行ってなんぼやん。なあ、まあ、だからあのそういう風に歯入ったりするとこは言っていますけど、さすがにね、そういうとこはもう最初からないようにやりますね。こういうのもあるんですけど、あの実はカッターで行くっていう手もありますけど、どうですかみたいなね。それ怖いですね、どっちかが出ると。どっちでしょう。あのカッターで行く場合は、あの塗装も漏れなくついていきますけど、みたいな、うん、塗装じゃないよね、普通にあのカッティングするだけだからね、塗装を、うん、まあそうですね。そうそう、だから大丈夫だよ、表面だけだ。なんかあれエッチなこと言ってる感じだな。うん、なんかちょっと今言い方はあれっすね。ね、そんなこと思うからエッチなんだ君は。あ、腰痛い。うん、腰痛いですね。ピキピキっていう。もう自分も腰使う仕事ばっかりやってるんで。え、AV？ いやー、それちょっと違いますね、全然。ああ、そう？うん。あれだよね。もう とりあえずさ、俺久々に買ったやん、うん、考えてみたら。そうですね、そうだよね、だいぶ買ってなかったよね。だいぶ買ってないですね。そうだな、前の、うん、あれ前の車を、前の車の時ですね。これステップワゴン3代目なんだけど。ああ、そうなんですね。3代目になってから買ってないんだね。買ってなかったっけ。3代目になっても貼ってないですよね。貼ってないよね。これ外すよ。そうだね、前回、そうだね、前回。貼ってないですよ。うん。
前回コラボしてくれたところとね、絶対貼ったんだけど、そこで車がね、こうあのちょっとこう、ね、調子悪くなったと思って、これ3台目に変えたんだけど、これになってから貼ってないんだよね。そうですよね。そう、これにこの車になってちょっとしてからコロナなんだよね。うん、そう。そうそう。そうなんだって。で、貼る貼るって言いながら、なんだかんだ準備をしてたら、コロナになってもういいやになったんだよね。イベントがなさすぎて。イベントがなさすぎて。できなくなっちゃいましたからね、ほとんど。ほとんどじゃないよね。すべて中止だからね、うち。本当ですか。ああ、そうですね、確かに。だってうち基本的にあれだよね。企業さんのイベントか、あの行政じゃん。公的機関とか多いですもんね。そう。それは中止になるわ、みたいなね。いや、しゃあないっすよね。で、やっても縮小とかね。縮小はもう、もう仕方がない。上級は時期だから。モーターショーが潰れたからね。潰れましたね。2021年。うん、痛かったな。痛いっすね、あれ。結構大きいっすもんね。これ結構じゃないよ。4日で20万人だからね。全然結構じゃないよね。めちゃめちゃでかいよね。いや、あのコミケの数字を見たら俺は結構にしちゃったから自信いかんな、それは違う。コミケはだって物がないじゃん。大きい絵なんかないじゃん。あ、ただ人じゃん、あれは。人ですね。でも46万とかですよね、確か3日間。50万超えてなかったっけ。今年超えてましたっけ、地域。超えてた気がしたよ。そこだけは知らないけど。最近自分も知らんか。最近のやつはあれでしょ、だって入場席やったもんね。そう、チケットでもう。入場制限しましたもんね。ね、確かチケット先買い制でとかで、チケットすらなかったからな、昔なんか。ないっすね。ここはあの運営変わってからっすよ。コロナのせいだよな、すべて。あの運営変わってからチケット制になったんすよ。あのコロナの前の、実は。あ、そうっすよ。自分一回チケットだけ行ったんですけど。てか途中でもうあのチケットフリーになったっすけど、時間的に。あったね。そう、カタログ買うかなんかしないと入れないっていう、ついてこなかったかなんかだったな、あとだったな、そんなのもあったな。そう、でもあれ結局コロナだよね。いや、全てコロナだよ。いや、あれコロナの前ですよ。あ、前だった。いや、コロナの前じゃないよ。あれ運営が変わったんですよ、一回。そのせいで変わってたんですよ。そうなの、あんまり興味なかったから。もう、あ、本当ですか。確かそうだったと思うんですけど、俺記憶では。もうだってここずっとコミケ行ってないからね。なかなか行く機会少なくないですよ。なんか興味がないんで、自分もあんまり。昔だって行ったら50万、100万使ってたからね。ほんとですか、すごいですね。それはね、行かなくなるとさ、そんだけ使わないじゃん。使わないですね。で、そんだけ物が増えないじゃん。すごいよね。まあそうですね。まあその分違うところで使うんだけどね。まあまあまあ、仕方がないってことっすよ。僕の消費が違うところに行くのは。そう、でも物が増えないっていいよねと思った。ああ、まあ下手に増えないのは確かにいいですね。